5月5日、子供の日にやったね、ライブ講演会の動画について、鳥取地方法務局長から、まあ、人権侵犯事件だから消せみたいな、そういう切字という文書が来たっていうことをね、紹介した動画がなぜか消されたんですけども、多分ね、YouTube の何か規約に引っかかるような NG ワードが入ってたんじゃないかと思うんで、今回ね、ちょっとね、新しく入ってきた情報も含めて、改めて説明するんですけども、講演会、まあ見た方はわかると思うんだけども、確かにね、ブラック地名とかバンバン出してるんだけども、表向きにちゃんと出版されてて、図書館でも見えるような、そういうものを使って説明してるんだって、僕は改めてね、ことさらあの場でブラック地名を出したっていうわけでもないし、内容に関してもね、別に鳥取藩のその部落の歴史っていうのを、まあありのままに解説したもので、別になんかね、その差別的な動画だとか言われる要素もないし、本当にね、文字通り学術的な内容なんですけども、やっぱりこうやって削除要請が来るんですね。で、そこでね、分かってきたことなんだけども、この法務局、法務省人権擁護局っていうのはね、もう解放同盟の言いなりになってるっていうのは、まあ、もう大体分かってたんだけども、もう言いなりとかそういうものじゃないんですよ、もう。走駆っていう言葉がありますよね。走る犬っていう。もうそういう状態で、いやもう奴隷って言った方がいいかもしれない。もう解放でも奴隷ですよ。この人権擁護関係の部署がね。いや、法務省もね、昔は、その解放同盟の糾弾なんかに参加しなくていいですよ、みたいなね、通達を出してた頃もあったんだけど、今はもう完全にね、もうエセ童話に対処する能力がないっていうか、もう、法務省自体がね、もうエセ童話に侵されちゃって、自らもエセ童話をやってるっていうような状態になってるんですよ。国の機関がですよ。恐ろしいことですよ。そのあたりね、実は、ヒューマンライツっていう、まあ、解放同盟系の雑誌があるんだけど、そこにね、こんなこと書いてあったんですよ。マイノリティの声、鳥取における差別をなくす取り組み。まあ、ここに詳しく書いてあるんだけども、講演会をね、まず最初に阻止したわけじゃないですか。去年というか今年の初めぐらいにやろうとしてたんだけど、まあコロナの影響で結局できなかったんだけど、ただ、まあその過程でね、なんかいろいろ解放同盟界隈とか、ね、法務局のあたりから圧力がかかってたんですよ。で、やっぱりこれね、まあ解放同盟の仕業ですよ。解放同盟がもうね、なんか全国のその法務局に対して圧力をかけるようにね、もう一斉に組織として呼びかけてたそうですよ。まあだけど、まあ結果的にはね、そういうこと関係なしにもうコロナの影響でできなくなったんで、5月5日にじゃあもうライブでネット配信でやるって。まあネット配信の方がね、見る人多いですから。そしたらまあそれをなんとかね、中止させようとしたんだけども、まあ結局はさせられなかったんです。この講演の前になんか法務局から電話かかってきて、その内容を確認するみたいなのは言われたんで、まあ僕はそんな答えなかったんだけども、結局あれも解放同盟から言われるからそのままやったっていうことなわけです。もうその法務省とかその法務局の主体的な判断じゃないんですよ。もう解放同盟が言われたままのことをそのままやってると。で、他にもね、これ東京法務局から削除要請みたいなの来てるけども、これもなんでこの記事なんだっていうところがあるんだけど、これ解放新聞なんかでちょっと表沙汰になってないところもあるけども、その、よりによってなんでこの記事なのかっていうのは、それはもう間違いなくこれね、状況証拠からすると、解放同盟から言われて、で、解放同盟の言われるがままにやったってことなんですよ。なんか、いろいろね、人権侵犯事件の理由についていろいろ書いてるけども、もうそんなどうでもよくて、もう、解放同盟から言われたので、その通りにやりましたっていう、もうそれ以上の意味ないわけです。で、これなんかにもね、ネットの現状、追及法務省交渉、8月5日の解放新聞、7月16日に法務省交渉をやって、5月の差別講演動画を削除すれば大きな効果がある。なんでよりによってね、あの動画にこだわるのかちょっとよくわかんないんだけども、もう7月16日にこうやって法務省交渉で解放同盟がね、法務省に圧力をかけましたと。で、そしたらもうその通りに、法務省がやりましたって。本当に最初もう奴隷でしょ、完全に解放同盟の。これ真面目な話ね、そのなんか糾弾されましたとか、その差別なんかで言いがかりをつけられましたっていう時に、本当に法務省とか法務局にね、相談したらダメですよ。何の歯止めにもならないし、もう法務省自体がエセ童話みたいな状態になってるんで、今どっちかっていうと、そのエセ童話の対処してるのは中小企業庁の方ですから、絶対法務省に
相談したらダメです。中小企業庁の方に相談してください。もうこの部署ダメですよ、法務省は。で、ただね、この偉かったのがね、一応あの講演動画をね、見たそうですよ。で、まあその感想としてなんかね、ああいうね、鳥取藩の被差別部落の歴史とか村の歩みとか、そういう図書館の資料をですね、なんかこう、恣意的にね、中身を拾って、なんか、差別のために利用してるだろう、なんだの言ってるけども、まあそんな後付けでね、いや、もういい加減洗脳から解かれてほしいと思うんだけども、解放同盟の人たちってすごい差別的なんですよ。なんかこう、人の言うことをなんか是々非々で判断しようっていう考えなくて、もうとにかくこいつは敵だ、こいつを排除するって言ったら、もう何を言おうがね、理屈こねてね、排除しよう、とにかく黙らせよう、差別だ差別だ、黙れ黙れっていうような人たちなんで、もう話にならないわけです。まあ僕はね、本当にこの人らと公開討論会してやってもいいんだけど、全然応じないですからね。なんか言われてもなんか理屈で返すんじゃなくて、差別だ差別だ、黙れ黙れしかないんだからね。本当中身が、講演動画見たんだったらね、もう本当にね、これあれで洗脳が解かれないっていうのは本当重症だと思うんですね。本当に。ちゃんとね。いや、僕だってね、解放同盟員だから、こいつの言ってることは間違いだとかね。そういうふうに判断しないですよ。ちゃんと是々非々で何を言ってるかよく判断しますよ。だけど、本当にね、何を言われてもね、何を言っても、こいつは解放同盟の敵だから、こいつの言うことは全部間違いだとかね。もう黙らせようっていう考えになったら、もうそれはもう、カルト教団なんかと同じになってしまうんで、いや本当ね、僕は間違ってるって言うんだったら、本当に、ね、公開討論会してもいいですよ。ということでね、今日はこの削除要請の背景についてね、さらに分かったことがあったので、そのことをご紹介しておきます。これね、ヒューマンライツに載ってるのでね、この記事。まあ、図書館なんかで読んであげたらいいかと思います。